今日はですね、ものすんごいゲストの方が来ます。元は YouTube 関係なく2人でお買い物って言ってチョコ買いに行ったんですけど、そのゲストさんがですね、どうしても YouTube でチョコについて喋りたいというヤバ願望を持ってまして、それで一緒に出てもらえることになりました。初ゲストです。なんと田中みな実さんです。よろしくお願いします。じゃあこれ みんなびっくりしてますよ急に。いやもう私はチョコレートの専門家として今日は来ましたので、今日はみな実さんに大好きなチョコレートの魅力をたっぷり語っていただきたいと思います、うん、はい、特にサロンデュショコラ、サシーちゃんとこの間行ってきたんですけれども、我々の戦利品です。こちら買いましたよ。お買い物です。正直私閉店の20分ぐらい前に着いたんですよね。 うん、そしたらもうみな実さんが一気に教えてくれて、20分でこれ全部買ったんですよ、うん、場所の広さから言って、うん、これ20分で買えるって相当でしたよね。そう、今年はね伊勢丹の祭事場 の6階でやってたんですけれども、そこの会場に120ぐらいの店舗が集まっているので、一個一個見て回ろうと思ったらなかなか難しい。だからちょっと知ってるよっていう人と一緒に行くか、事前にこういうムックがあるので、うん、ムック本をゲットしてですね、Amazon とかでも購入可能です早い早いペース早い。でそれで下調べをしていくとすごくスムーズかと思います。しかも見てください皆さん、これここのこれの付け方、受験生のそれ付箋貼ってます。すごい。そうなので、サロンデュショコラっていうものをね、うん、まずサッシーちゃんにもご説明したいんですけど、知りたい。伊勢丹さんの祭事だって思ってらっしゃる方も多いんだけど、もともとは1995年にフランスのパリで始まったものなんですね、はい、でそれを2003年に伊勢丹さんが日本に持ってきたわけです。それ知らなかったです。知らなかった。パリ世界でやってるんですか、じゃあ本当。そうパリが発祥で、うん、日本は伊勢丹さんが主催してるんだけども、多分もしかしたら違う国でもやってるかもしれないね。そうなんだ。そう、それは知らなかったです。そうなの。日本のサロンデュショコラは、例年新宿の NS ビルっていうところでやってるんだけど、15周年の時はもうちょっと大きい会場で国際フォーラムでやったりとか、今年はちょっとコロナの影響などもあって伊勢丹 の新宿本館の中でやったんですけれども、待って、広報の人ですかすごい。もう本当にそのぐらいの勢いで熱く語らせていただきます。なかなかこういう機会はないので、私のラジオ番組では発信してるんだけど、なかなか伝わらないところも多いので、今日はねこうやって現物を目の前にして、しかも指原ちゃんの YouTube でご紹介できるということで、きっと影響力があるはずと思っています、今回のサロンデュショコラ逃してしまいましたけれども、次もありますから、とかあることを期待して、皆さんぜひ次回の参考にしていただければと思います。すごいファンですね、本当にアイドルのファンみたい。超ファン、大ファン言ってほしいし、魅力を分かってほしいんです、うんうん、例年であればね、ショコラティエさんがごめん食べたいよね、開けたそうなんだけど、もう一個だけ、ね、そう例年であればショコラティエさんがね会場に来るわけよ。だからサシーちゃんも本当はショコラティエさんに会ってほしかったの。ショコラティエさんにですか。ショコラティエさんね。うそう、いろんな国から、フランス、主にフランスからショコラティエさんが日本に来日してですね、うん、皆さん自分のブースの前に立たれるわけです。でそうするともうショコラティエさんのファンがいるわけだから、ディズニーランドでいうところのミッキーに会えたらわーってなるでしょ、うんうんうん、それと一緒でわーフィリップ・ネルソンだとかなるわけみなみさんがですか。そうそう、だからみんななってるの、じゃあみんななってるの。そうで、みんなこうやってムック本を片手にさ、これ去年のやつなんですけど、これこう片手に、うん、でみんなサインペンを持って好きなショコラティエさんの列に並んでちょっと会話をしたりとか、うん、こうやってねサインをいただけるんですよ。本当にサインもらってる。クリスティーヌ・フェルベールさんにサインをいただいたんですけど、みなみってちゃんと言ってくれたの感激でした。おもろすぎる。すごいの。だってフェルベールさんとジャンポー・レーマンさんが隣り合ってて、こんなことあると思って、夢の世界じゃないそれって。この二人だったら絶対美容の話聞きたい全然チョコの話しない。そうなの、ごめんね。すごい。そうだからね、もうね本当にこうお祭りなんだよね、うん、フランスでは開催中に10万人の方がいらっしゃるぐらい、そんなにすごいでしょ。すごい、国民的なお祭りなの。日本だと割となんかこう催しというか祭事っていう感じが強いかもしれないけど、お祭りなんですこれは。すごい、めちゃめちゃ、ね、今ので分かりましたね、好きがね。よかったです。ということで早速開けていきましょう。私ねこれ南さんに言われて、一室をチョコレート部屋にして、その部屋ずっと14度にしてたんですよ。えらい寒くて、しかも私そこドライヤーかける部屋だから、うん、もう
こんなんでしたずっと。偉いですよね、うん、食べ終わるまではそうしましょう。はい、そうします。野菜室に入れてもいいんだけれども、うんうん、普通の冷蔵庫とか、あと冷凍なんて持ってのほかありえないからお気をつけください。待って、私冷凍したチョコ大好き。どういうこと？冷凍したチョコが好きってどういうこと？こういうチョコレートがあるの？チョコレート、違う、こういうチョコを冷凍するのが大好き。え、どうして？やばい、ごめんなさい。だってブルーミング現象とか起きちゃうじゃん。何ですか？ブルーミング現象。ブルーミング現象って何ですか？なんかさ、上が白くなったりしない？いや、美味しい、冷たいチョコ。ありえない。やばい。やめてください。わかりました。今後は。チョコレートがかわいそう。今後はしません。高級チョコはしないようにしよう。うん、てか全部のチョコレートに対してやらないでください。厳しいな、はい、どれが気になりますか？私が一番好きなのはフィリップ・ベルナシオンなんですけれども、うん、でも、まあ、せっかくだから一番サッシーちゃんに近いところからいきましょうか。これクリスティアン・カンプリニ、こちらはですね、はいはい、カンプリニさんのものはもうどれもおすすめなんですが、うん、今回サッシーちゃんにが買ってくれたのは、あのね、実は私美人百科という雑誌買いましたよ、もちろん。表紙をね、2月号やらせてもらってまして、これで田中みな実がチュッて口づけしてるの、これがカンプリニーさんも今からサッシーちゃんに食べてもらうそのサブレなんです。まあまずはね、しのこの言う前に食べてもらいましょうか、はい、これちくみ 2種類あって、オレンジっぽい風味のものと、うんうんうん、今回サッシーちゃんに食べてもらう塩キャラメルみたいな方があります。じゃーん、おー、整列されてます。綺麗に並んでる。そう、これね、空輸でね、この状態で運んでくるっていうのもまた難しいのよ。空輸？そっか、うん、じゃあ、そっか、これは日本にないのか、普段は、うん、そうなの、日本でね、どれも買えないものなんですよ。まずね、香りをお楽しみください。まず食べちゃいけないんだ、すぐ。どう？いい香りです。どんな？やばい、捕まった、どうしよう。でも本当に、豊かな香り、うん、そうね、まあ、食べてみて。どっちがどっちだろう。ミルクカバーされてるものとダークチョコレートがかかってるものがあって、もう本当に好みどっちでも大丈夫だし、どっちも食べてほしい。ミルク、じゃあまずミルク、はい、はい、いただきます。断面見せて。うわ、待って、はい、わかる？わかる？ちょっと笑っちゃう。うん、笑っちゃう、ね、おいしくって笑っちゃう、それが答えです。はい、あのね、これ何がすごいかっていうと、中に入ってるのでただのクッキーじゃなくって、一回焼いたクッキーを崩します。で、ボロボロにするの。そこにチョコレートチップとかを混ぜ込んで、もう一回固めて、で、こうやって型に入れて、で、上からチョコレートかけをしてるから、独特なジャリッジャリッジャリッとした食感がありますね。うん、柔らかい中に、うん、なんかナッツとかとも違う、なんかパリッパリの生地が入ってて、うんうん、そう、それが新しいです。そう、キャラメルもとろって感じ。うん、でも食感歯触りはあるよね、なんか。美味しい。なんかその下のこのパリパリ部分がマリアージュです。そうだね。正解だった、うんうん、よかった。美味しい、うん、見るからに甘そうって思うかもしれないけど、うん、意外とそんなにすっごい甘すぎないんだよね、不思議と。あ、それ言いたかった。そう、喉に残る甘さとかじゃなくて、うん、さらっとした甘さで、すっきりしてるのかな、何なんだろう、甘いけど、うん、あのメモをね、私のこの情報って結構あの伊勢丹のバイヤーさんの真野さんという方がいてですね、うん、真野さんは私の師匠なので、いろいろとお勉強させていただいたものを元に、今日はちょっとサシーちゃんの YouTube でご紹介をしております。真野さん、ありがとうございます。出店真野さんです、はい、いや、ちょっと待って、すごい、ちょっとこれ衝撃です。あ、いやいや、でもせっかくだから、ほら、間違った情報をお伝えしちゃいけないじゃない。これちょっと美味しい、どっちも食べちゃおう。あ、食べてください。これ、ね、南さんがね、体作り中なんで、代わりに私が代表して、私が全部いただきます。ほら、私はその体作り期間が終わったら、本当に1日キロ単位でチョコレートを食べますので。うーん、私はね、ダークの方が好きなんだよね。私もこっちの方が好きかも。そう、美味しい。やっぱり冷凍しちゃダメだ。ダメだよ。冷凍したらキャラメルのせっかく滑らかなところがジャリジャリになっちゃったりとかするから、うん、私多分今までそうやってしちゃってました。え、なんで冷凍庫に入れるって誰に教わったの？いや、わかんないです。実家ってチョコ冷凍庫に入れません？いや、入ってんの見たことない。おいしい。そう、カンプリニさん、こちらもまあね、日本では残念ながら買うことができないんです。たまに催事とかで来ることあるんですか？あ、ほとんどないね。本当に年に1回のこのサラショーを狙ってもらわないと厳しいかも。じゃあ東京に来るタイミングでじゃなくて、うん、ダメなんですね。そうなのよ。どう、クリスチャン・カンプリニさんをお見せしますね。かっこいいの。イケメンなんだ。でも確かに渋くてかっこいい。そう、
こうやってこうショコラティエさんがかっこいいっていう理由でこの方のリピーターになるっていうお客さんもいらっしゃるんですよ。そうなんだ。そうなんです。顔がいい。顔がいい。むずいな。本当にそうなの。それでもいいのよ結局はね。なんだっていいじゃない導入ってそう、あとそうチョコレートを味わってもらうときは、うんうん、今日お水をね、はい、そのサッシーちゃんも飲んでるけど普通にティータイムだったらコーヒーとか紅茶とかと一緒に食べてもいいと思うんだけど、うんうんうん、チョコレートを楽しみたいっていう時はお水の方が本当の味が分かるような気がします。よかった。お茶か超ギリギリまで迷って水をしましたけど、ね、お茶よりかはできればお水がいいかなと思います。すいません、なんかうるさいこと言うようで。でも、 だって高いから、せっかくだったら一番美味しい食べ方で食べたいから、せっかくだったらね、うん、せっかくだったら、うんうん、あのリリアンボンの方行きましょうか。これですか。はい、そのカンカンに入ってるやつです。カンも可愛いですね。カン可愛いんです。捨てられませんね。確かに。これ何入れよう。何入れましょうね。綿棒 SD カードとか綿棒 SD カード入れてはい、開けてください。うわー、そうダークとミルクが交互に入ってますね。本当だ、可愛い。やばー。チョコレートの上にナッツとかドライフルーツが乗ってるんですけれども、これをマンディアンと言います。マンディアン？はい。マンディアンってなんかもともと修道士っていう意味があるらしいんですけど、うん、そのドライフルーツとかナッツとかその色が修道士のお洋服に似てることからマンディアンと呼ばれるようになったみたいです。本当に詳しいですね。うん。これの何がすごいかというと、うん、ねえサシちゃん、これ普通のミルクチョコに見えるでしょ？はい。あのね、一角ちょっとかじってみてください。半分できれば4分の1なんだけど、もう本当にね、4箇所食べたら4箇所違う味わいだから。うん、ヘーゼルのとこ行ったね。うん、そう、中が普通のミルクチョコだけだと思われるでしょ。先ほどのサブレじゃないですけど、今回もそうで、中にちゃんとプラリネが入ってるんです。おいしい。待って、全然違う、ね、当たり前ですけど、うん、なんか何がすごいって、この薄さの中に、うん、これ何ミリぐらいかな、3ミリとかの中にさらにフィリングが入ってるっていうところがすごくない？おいしい。うん、でもなんかパリッパリともなんか違うというか。そうね。でまたね、違うとこ食べてみて。ドライフルーツのとこなんか違うチョコみたいじゃないですか。食べてないからうーん、うん、これは面白いね。そうなので、お酒好きな方ももちろんこれ喜んでいただけるの。そう、リリアン・ボンヌファーさんって去年か一昨年ぐらいにサロン・デュ・ショコラ初出店したんだけれども、うんうん、なんかすごくその時も注目されて、うんうん、エデン・ロックっていうとっても有名なお店があって、うんうん、そこでパティスリーを担当していた一番上のシェフの方が独立して自分のブランドを作られたんだよね。実績はもう間違いなくある人なの。これってサロン・デュ・ショコラに行き着くまでってとんでもない道なんですか？そうね、基本的には日本のバイヤーさんが目をつけた方なんだよね。フランスってさ、もうなんかその東京ビッグサイトぐらいの規模のとこでやってるから、もうたくさんのところが入ってたり、いろんなブースが大きくあったりするんだけど、日本は会場の規模が限られてるから、やっぱ120ブランドぐらいなんだよね。120か。でもそれでもすごいけれども、そこで生き残ることと、そこでやっぱ人気が出たりとか売り上げがないと次に繋がらなかったりもするわけだよね。じゃあもしかしたら来年会えないかもしれないってことですか？まあ、この子は多分ね、このリリアン・ボンヌファーのアソートマンディアンはすごく人気の商品だから来年もあるんだと私は思います。これ面白い。この間ファンの方にそのチョコ買いに行ってよって話をしたら、うん、まあ素敵な人でもいるのかしらみたいな あったんですよ、うんうん、これをプレゼントして一口で食べられたらちょっと怒っちゃうかも。そうね、まあ、食べ方はそれぞれだけど、本当にそれぞれなんだけど、確かにこうなんか何のありがたみもなくバクバク食べられるとちょっとイラッとするかもしれないね、うん、そうですよね、うん、賞味期限結構まだあるからと思って大事に食べようと思ってチビチビ食べてたんだけど、やっぱり最初に食べると風味が全然違うから、チョコレートって賞味期限に限らずにもういただいたらすぐに食べるのがベストです本来は。一回も噛まないですね、うん、いや結構ねちょくちょく噛んでる。もう熱意がちょっとありすぎて大興奮、はい、次は、はい、じゃあジャン・シャルル・ロシュー行きましょうか。あ、これね、これのタブレット食べましたの、はい、イチゴのおすすめしていただいて、ね、うんうん、これマジで私ライカで撮りましたから、みなみさんに怒られないように。ジャン・シャルル・ロシューは関東圏にお住まいの方は古都通りからちょっと入ったところに店舗もありますので、ぜひ行かれてみてください。まあ、まずは開けてみてください。ジャン・シャルル・ロシューのいいところはパッケージがさ、ちょっとクロコダイルっぽい感じになっていて、そうクロコの片押しになってるんですね。だからこう大人のメンズに差し上げてもとっても喜ばれるかと思います。これすごいのが、うん、イチゴのタブレット食べた時に、うん、
イチゴがこう表面に浮いてるじゃないですか、うん、その裏側がクロコダイル柄だったんですよ。そうなの、そういうところまで遊び心があって素敵でしょ。遊び心って捉えるんです。遊び心あるな、ジャン・シャルル・ロシュ。じゃん、美しい。早っ、早すぎる、うん、大丈夫ですか。いいよ。厳しい、現場監督厳しいな。はい、これ今回おすすめした理由っていうのが、はい、まあ、ジャン・シャルル・ロシュってすごく面白いのが、例えば黒胡椒とか山椒とかそういうスパイスをチョコレートに取り入れたりもしてるんですよ。黒胡椒ですか、山椒。面白いでしょ、うん、でなんかそれがその黒胡椒がダイレクトにわっ黒胡椒っていう感じではなくって、食べてて後味にピリッと、え、何これっていう、言われなかったら黒胡椒か分かんないけど、言われるとわっ黒胡椒だって思うような、でもスパイスがほんのりじゃなくてガツンと最後に効いてくるっていうのがポイントなんです。すごい。で、このお箱は、店舗でも売られるものなんですが、うん、サロンデュショコラでは本当の店舗での販売に先駆けてこの白のボンボンありますね。はい、これ、はい、その子が先行でサロンデュショコラのこのボックスの中には入っています。なるほど、じゃあちょっとスペシャル感があるんだ。はい、これはね、ちょっとまずはね、食べてみてください、うん、うわー、ちょっと待って、緊張、感想言うの怖いんだよな、ちょっと緊張しちゃうんだよ。いいんです、いいんです、もう本当に自由に。いただきます。体験型のチョコレートです、それは。ん？めっちゃパチパチしてる。パチパチしてるでしょ？しかも下品なパチパチじゃなくて。そう。ぐらい。そう。線香花火のこう上品な方の柔らかい、柔らかいぐらいのね。これ上品。シュワシュワじゃなくてパチパチでしょ？パチ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 って感じ。そうだよね。これのね、イブっていうチョコレートなんですけれども、うん、パチパチキャンディーが中に入ってるんです。面白い！うん。もし私がシェフだったら。はい。もっとバチバチしたくなると思うんですよ。そうか、うんうん。でもそれじゃなくてパチ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 っていう上品さがめっちゃいいです。あ、本当？うん、さあ、そして続いてはですね、はい、トゥルビオン by ヤンブリスいきましょうか。トゥルビオン by はい。トゥルビオン by ヤンブリス。はい、トゥルビオン by ヤンブリス。こちらも2年くらい前に初めてサロンデュショコラに入ってきてですね、はい、まだこう日本に来てからは日が浅いんですけれども、うん、本当に感動した。私はそれ一粒食べた時に何これ美味しいって思って、うんうん、でめちゃくちゃハマってしまって、今年もこの子大量買いしました。大量買い、はい、みなみさんめっちゃ買ってましたもんね。めちゃくちゃ買った。トゥルビオンっていうのはね、このパッケージの外に渦巻きがあるでしょ、はい、渦巻きのことをトゥルビオンっていうんです、はい、でヤンブリスさんの作品です。うん、これは美しい。綺麗だよね、本当に綺麗。これがさ、遠藤はるばるさ、フランスから運ばれてきたって思うと本当に愛おしいよねちょっとその愛おしいの感覚正直分かってきました。分かったでしょ。最初はなんとなくで返事しちゃってたんです、ごめんなさい。これはめっちゃめっちゃ綺麗。絶対食べてほしいのは上段右から3番目のあの黄色いやつ食べてください。わー、これめっちゃ美しいですよ。はい、これ何が入ってるか。そちらはキャラメルノアゼットですね。これはね、お店一番人気のヘーゼルナッツのキャラメルです。綺麗だね。トロって出てきたでしょ、気をつけて待って今のマジやばいっすよ待ってどう美味しい、うん、美味しい以上に面白くなるのやめてください感動しない、これ食べた時えって思うよね。なんか、ね、飲み物ですか。うん、なんか流れてる時ね、一口で言った方がいいかも、うん、ちょっとこれはねドロロンってなりますね。めっちゃ美味しいでしょ。びっくりする、びっくりするの。なんかそういう中にクリームっぽいものとかちょっと、うん、ちょっと緩い感じのガナッシュが入ってるものってあると思うんですけど、うん、そうそう、一口噛んだだけでもうズルルルって出てる。本当に面白い、感動したでしょ。感動。他どれ食べても美味しいよ。でベリー好きなんだよね。大好きです、うん、左から2番目食べてみてくれる。私これ初めて見たんだけど、これも多分一口系だと思う、さっきと同じベリーだった。好きでしょ。やばい、え、一番美味しい。あ、嬉しい、よかった。そう、サシーちゃんベリー系が好きなんです。待って、人生一かも。出ました、ヤンブリスさん、やったね私の人生一嬉しくないと思ってた。いや、ヤンブリスさん見とく、一応さ、いや、ヤンブリスさんにはお礼言っとこう。そうだね。うわ、めっちゃ美味しい。ヤンブリスさん、やりましたね。ヤンブリスさん、ありがとう。やったね、嬉しい。激ヤバ、激ヤバ寸劇美味しい、はい、よかったです。酸っぱさとチョコレートの
風味が絶妙で、うんうん、超美味しい。はあ、よかった。これ衝撃、よかったです。じゃああとはね、大事に味わっていただいて、はい、お家に持って帰って14度で保管します。はい、お願いします。あの、じゃあサロンデュショコラのセレクションボックスいきましょうか。あの、サロンデュショコラって今年のテーマみたいなものがあるんですね、毎年、うんうん、で2021年のテーマはつながりというテーマだったんですけれども、うん、セレクションボックスっていうオムニバスみたいなものが、うん、今年は3種類か4種類出ていて、これですね。そう、量もしっかり入っていて、ちょっとちゃんと見せるね。さすが。あるサロンデュショコラ2021と書いてある重厚な箱なんですけれども、これ何がすごいって、サシちゃん開けてみてください。はい、いきます。はい、じゃん。お、まずはなんか説明、はい、おーすごい、何これ。ます、ね、説明書き、はい、何ですか。一人一人ショコラティエさんの名前と作品が書いてあるんですね。クリスティーヌ・フェルベールさんのフランボワーズとか、ジャンポール・エヴァンさんのエモーション・ノワールとか書いてあるんですけれども、これね、開けてびっくり、それぞれの有名なショコラティエさんがこの箱のためだけに作った一粒が入っています。はい、つまりその一粒はどこでも売られてないの、この箱の中でしか出会えないわけです。じゃあこれマストバイってやつですね。マストバイ、買わないと。あのサロンデュショコラに行ったら、まずはこのセレクションボックスをお買い求めいただけると、なんかこの中で食べてみて気に入ったショコラティエさんのものを買いに行くでもいいと思います。あー、なるほどですね。それいいよね。はいはいはい、じゃん。うわー、まあね、みんなそのテーマに基づいてショコラティエさんたちが自分の発想でチョコレートを作ってるわけですよ。16粒すべて違うショコラティエさんがそれぞれの思いで作ってるの。私が食べてわってびっくりしたのが、ミスター&ミセスルヌーのパフェカルージュ、ここにね書いてあるんです、思いとかが。ルヌー氏が7年間働いていた店のシェフルシアン・ムタリエ氏への思いが込められています。夫婦がスイスに住むことにしたのも彼のおかげ、うん、彼の故郷であり定住を決めたカルージュの町へのオマージュも。どうぞ。町へのオマージュ、めっちゃそれ感想言うの難しいんですけど。見た目はね、四角くてシンプルですね。うんうん、ね、これもまたトロンってするでしょ。さっきとは違うトロンだと思うんだけど、トロンなのに、うん、キャラメルじゃなくて、うん、チョコレートのガナッシュ、なんていうんだ、これであのパーセンテージが 75% なんだけど、全然苦味とかじゃなくって、香りと、うん、すごい、これ美味しいでしょ。しかもすっきり。そうなの、なんか後味本当にキレがあるというか、うん、美味しい、うん、その隣、右隣の上に、はい、そう、ピンク味がかった何かがかかっている、それ、はい、これね、一応思いはですね、実家の台所でいつも美味しい料理を教えてくれたおばあ様への思い、そのおばあ様が亡くなった時にたまらなく寂しい気持ちになりました、うん、それが自分の生き方の原点になっていますと。どうぞお召し上がりください。っていうチョコ、はい、 いや失礼ですけど、重いチョコレート。でもね、これを食べると、いや、これね、チョコじゃない、これ料理と思います、料理。はい、いただきます。なんだこれ、なんだこれって思ったでしょ。なんか初めて食べる味、美味しいのに、なんかさ、ジェノベーゼパスタみたいじゃない。ジェノベーゼの味。そうだよね。なんでですか。そうだよね、バジリコが入ってるから。めっちゃ面白い、うん、でしょ。バジリコと、あと胡椒も入ってるの。でもチョコ、そう、不思議でしょ。だからなんか料理っていう意味が分かった。めっちゃ分かります、うんうん、本当にジェノベーゼの味。でもチョコ、おばあ様に習ったお料理のイメージを膨らませたティミュット胡椒を効かせたバジリコ風味のガナッシュということで、多分胡椒とかバジリコでね、きっとおばあ様なんかお料理されたんでしょうね。だからそれをチョコレートにしたという、とっても斬新ですよね。斬新だけど、うん、美味しいね。これが美味しくなるのがすごいですね。そうなの、正直皆さん聞いてて、うん、どういう味って思うと思うんですけど、うん、でも美味しい。ジェノベーゼパスタにちょっと近しいの分かるでしょ。わ、うん、かります、うん、続いて私が一番好きなフィリップ・ベルナッシュを行きましょう。来ました、イエーイ、ビュービュービュー。すごい、セルフ好きやった。ありがとうございます。
あのフィリップ・ベルナシオンでフランスの中のリオンっていう本当にちっちゃい工房でやっているところなんだけど、あんまり手広くやってないのでもちろん国外にはないし、あのリオンとあと最近はパリの方にもお店を作ったんですが、私はここのチョコレートに惚れ込んで、今からサッシーちゃんに食べてもらうパレドールっていう、それを食べた瞬間にチョコレートにはまりました。あ、じゃあ沼にはまったきっかけ。はい、沼にはまったきっかけとなったチョコレートです。こんな箱、シンプルな小さい箱。そうそう。はぁ、何これ、どういうこと。金粉が上にかかっているのがパレドールなんですけれども、うん、後で本当に単品取りしてほしいぐらいなのね。これの何がそんなに特別なのって思うかもしれないけど、うん、まあまあ食べてみてよ。しかもこのパレドールはその年によってちょっと微妙に味が変わるんです。あの使ってるカカオとか、うん、あのカカオが酸味が強い時はやや酸っぱめのチョコレートになるし、苦味が強い時もあるし、でも今年は本当に私がここ 4,5 年の中で一番いい出来だと思ってます。お、出た、すごい。はい、でもね、好みだから、これは本当に。そうですね、どの年のワインが好きかみたいなことですよね。そう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 。目を閉じて、もう一回呼吸してみて。えげつない美味しい。でしょ？っていう言葉が下品で言えないぐらい、なんて言ったらいいか分かんないけど、カカオがすごい。ね、フルーティー。この口どけね。そう、ちょっとフルーティーでしょ。なんでベリーとかじゃないのに。全然ベリーとか入ってない。これカカオのフルーティーさなの。本当にね、ベルナシオンはね、カカオにこだわってるんですよ。だから価格が高かろうがなんだろうが、味を守るために、あの3代目なのね、今でベルナシオンさんって。だけどそのおじい様の代からしっかりと受け継いでるのがこのパレドールなの。ちょっとびっくりです。うん、こんなに美味しいんですね。そうなの。まあみんなそれぞれ好みがあると思うけど、私はこれがもうすごく美味しくって感動してしまった一粒です。なんか大人になってこれの美味しさが分かる自分も嬉しい。なんかただ甘いだけじゃなくて、うん、いろんな香りとか酸味とかを感じて美味しいって思う、うんうん、これめっちゃ美味しい。うん、よかった。あ、でもあ、なんか太ったな今年。な、去年の方がちょっとスリムなの。これは今年ね、美女問題ですね。それで去年の方がベルナシオンさんちょっと痩せてて、うん、去年のも見せていいですか。やっぱ自粛太りってみんなするんですね。そうかもしれないね。ほら、自分でベルナシオンさんからねサインもらってるの見てください。ほら、見てやばくない。しかもさっきよりもちょっと痩せてるでしょ。あ、本当でしょ。ちょっとですよね。そうなの、そうなの。ベルナシオンかっこよすぎる。夢中になんないでこっちに集中してください。だって、あの後でインサートで私がベルナシオンさんにハグしてもらってる写真もちょっとどうぞ、こちらです。激ヤバですよ、見ましたけど。どういうことって。本当にもうね、本当に愛してるんです。ベルナシオン見てますか。インスタフォローしてるよ。ちゃんとオタク。あの、じゃあね、サッシーちゃん気になっているそのベルナシオンの、まず皆さん、あの板チョコって言うと思うんだけど、これを見たら、じゃあ、はい、あ、板チョコねって思うと思うんですけど、これタブレットと言います。タブレット、見てください、この厚み見て。ほら、カレーのルーぐらいあるからね。待って、後藤さんみたいな例え。わ、ね、かりやすくね。そう、あのちゃんと断面をしっかりと見せるためにサシーちゃんは包丁とまな板持参でございます。はい、はい、持ってきました。ありがとう、助かります。これね、見た目がめっちゃ可愛い。可愛いよね。あのね、今年は5種類ぐらいあったかな、タブレットが。結構ね、これだけでもいいお値段するんですけど、4000円近くするのかな、1枚で。なんですけど、でもまあまあ、ほら、お金じゃないじゃん、チョコって。夢だから。お金ですよ。もうさ、見て、これさ、テンション上がるでしょ。待って、これはちゃんとこっちで見せたいな。なんていうの、あのさ、チャーリーとチョコレート工場みたいな。私ね、そう。え、私、ほんと言っていいですか、うん、チャーリーとチョコレート工場が一番映画の中で好きなんですよ。ね、テンション上がるでしょ。上がる、これ、確かに、ウィリウォンカ。ミリオン金のあれが入ってそう。ねえ、ウォンカチケットは入ってないんだけど、後ろも可愛い。ねえ、もう絵に描いたようなザ・チョコレートでしょ。うん、どこに言うのは。ザ・板チョコ。そう、なんだけど、びっくりすると思うよ。ただの板チョコじゃないって言った意味が分かると思います、切っていただいたら。まあ、見た目は正直、何の普通の、分厚い、夢のあるチョコ。うん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 、オープン。お、え、何これ。ねえ、タブレットの中にクッキーとキャラメルが入っています。夢じゃないですか。イエーイ。めちゃめちゃマジやばいですよ今。マジでみんなびっくりしちゃうよ。
さんそんなに元気なんだって。だってこんな風になってると思わないじゃん。思わない、思わないです。ボンボンショコラっていわゆるこう一粒ずつになってるものってそういう工夫が凝らされてるものが多いけど、こんな板チョコ見たことありますか？ないですよね。だから板チョコじゃなくてタブレットだって言ってるんです。タブレットって言っても iPad じゃないですよ。やばい、チョコですよ。待って、おもんな今の。やば、大興奮ゆえに面白くなくなっちゃった。南さんがお願いだから食べて、これすごいから。これちょっと一回見て。さっきのキャラメルたちとはまた違う、少しこれもあの室温が暖かくなったりとか、あと食べてるうちに、私はこれ1枚食べちゃうんですけど、いつも食べ進めていくと自分のこう手の体温とかでこうキャラメルがちょっとピュンって伸びたりするの。それはまたいいから。いただきます。どやねん。やばい、後藤さん来た。後藤さん来た。好きでしょ。おいしい、笑っちゃう。これ食べて歯磨かなかったら絶対虫歯になりそうって思うような甘さだよね。でも甘くて無理じゃない。そうだね、砂糖多めっていう感じじゃないから。うん、みんなが想像してるやつの、うん、めっちゃ美味しいわ。そう、なんかね、上品なの。やっぱりベルナシオのチョコって共通しているのが全部とっても品がいいんです。品がいい子供の食べ物って感じでしょ。子供の頃に憧れてたやつの最上級版って感じです、うん、そうだね、そうだね。1枚食べられるわけがないって思うじゃん、うん、気づいたら食べちゃってんのよ意外と。本当ですか。うん、初めて食べた時は衝撃でムルルルって、あれ食べたっけっていう感じになりましたね。なんかいつもだったら、うん、これ食べた時の食事管理どうしてるんですかとか聞きたいとこだけど、うん、今日のみなみさんにはチョコのことだけ喋ってほしい、うん、そうだね、もうそれも愚問です、ね、今日はチョコ、はい、はちゃめちゃに美味しい。はちゃめちゃに美味しいよね。だからやっぱこれもこう日本で食べたことがない感じのチョコだよね。そうですね、フィリップ・ベルナシオン、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。フィリップ・ベルナシオン、これもサロンデュショコラで使えない、はい、そう、これもサロンデュショコラだったりとか。でもあとね、あのたまにさ、こうフランス店みたいなやつ取りするじゃん、こうイギリス店とかフランス店とかデパートでやってる時にたまにベルナシオの何かが入ってきたりはするから、私は結構それも目ざとくチェックしてます。あ、じゃあチョコレート情報はそういった SNS とかも見た方がいいってことね、うんうん、クリスティン・フェルベールさん行きましょう。この中で唯一の女性のショコラティエさんです。どれでしょう。これ、はい、あー、やった。パッケージがすごく可愛いから皆さんぜひご覧ください。可愛い、見てください。あの、今回も 3,4 種類ぐらい絵柄があったんですけれども、まあ、絵柄と中身それぞれ違くてですね、 あのフェルベールさんが懇意にしている仲良し の絵描きさんに描いてもらっていて、でしかもこれ、ね、描いてる人は、ね、男性なんですよ。そうなんだ。あの、まずクリスティーヌ・フェルベールさんってもうね、多分ね、お写真を見ていただいたら分かると思います。この人優しそうっていうお顔をされています。もうね、神様みたいな感じなんですね、この方。優しそうですね。本当に優しそう。そうなの。あの、私握手をさせてもらった時にもう本当に手がなんだふわふわで、なんだろう、もう優しく包み込んでくれるようなあのオーラ、この人が作るチョコレートだからこんなに優しいんだっていう、そんな感じがしました。人柄も現れています。そこまで見るんだ。フェルベールさんが得意なのはあのフルーツ、フルーツ使いの達人なんですよ。フルーツ系大好きね、お好きということで、どれいこうかな。ね、パッションフルーツがすっごい得意なんだけど、あのフェルベールさんってちょっと癖あるけど、カルダモン、カルダモン、カルダモンパッション行きましょう。カルダモンってカレーとかで使う、はい、スパイスですね。それなんかスパイスとかフルーツ、コンフィチュールもすごく得意で、あのいつもフェルベールさんのブースのところにはジャムも置いてるんですね。だからジャムもぜひ、あのお日持ちもしますし、こちらもお買い求めください。なんかジャムが好きな素敵なお友達とか言ったらお土産にって言ってくれたんですけど、そうそう、友達がシソンヌの長谷川さんとフワちゃんしかいなくてそっか、なんか違うね。ですね、うん、やめちゃいました。じゃあいただきます。好き、うん、あ、よかった、おいしい、よかった。なんでだ、うん、不思議でしょ。不思議です、うん、なんかフルーツの味のメインの中にこれも後で香りなんですかね、うん、なんかピリッとまではいかないのに、うん、ちょっと違和感のある味というか、うんうん、それがめっちゃおいしい。そう、なんかね、癖になるよね。もう一個ぐらいいっとこうか。私いけると思う。シトロン、シトロン、うん、めちゃくちゃいい香り。やっぱちょっと酸味のある香りがするもんね、ここまで。これは入って、うん、うん、美味しいね。こちらのチョコレート相当好きです。よかった。
このさ、一粒の中にこんだけいろんなことされてるって、うん、もうなんか小宇宙でしょ。すごい、ここで、ね、びっくりするでしょ。いやでも本当にびっくりします。うん、こんなに面白いんだ。なんか面白いです。そうね。パトリック・ロジェ行きましょう。パトリック・ロジェ。パトリック・ロジェといえばもうフランス土産の定番みたいに言われてるところもあって、このグリーンの可愛いパッケージがね、これもしかしたらもうこれ取っちゃっていいかも、外側の。ね、かわいい、かわいいでしょ。もうね、このね、パッケージの緑色を見ると、もう本当になんかもう胸がザワ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 しちゃって、もうちょっと手が震えるの。手震えたらもうやばいですよ。有名すぎて何度も日本出店のお話がね、来てるんだけど、うん、なかなかお受けいただけなくて、っていうのもすごいこだわりの強い人だから。これ見て、ちょっと待って。ねえ、すごいでしょ。ちょっとコスモって感じでしょ。どうしよう。状態いいですか。はい、状態いい。うわー、うわー、しかも上に星が描いてる。ねえ、綺麗。うわ、綺麗。何これ、綺麗。本当にこの世のものとは思えない美しさ。これ食べるのもったいない。食べるんですか、罪ですよ。食べるでしょ、南さんも。食べるけど、もうこの人って、うん、孤高の天才と言われてる人だから、あ、だからこそこだわりが強くて日本に、そう、そう、ちょっと自分の手の届かないところにというか、こんな人、パトリック・ロジェさん、こだわりありそうでしょ。顔じゃ分かんないですよ、今見せてください。わかんないけど。この方のお店に行くと彫刻も置いてあって、すごいそのなんかこう芸術とチョコレートがこう同じ空間にあるという、なんかね、その異世界も味わってほしい。一回お店に行ってみてほしい。アートって感じなんですか。うんうんうん、南さん本店は行ったことあるんですか。ある。どれぐらいいただろう。 2,3 時間いたね。え、お店にですか。ずっと。それ大丈夫なんですか。大丈夫、爆買いしたから大丈夫。これも多分一口でいかないとドロって出てきちゃうから気をつけて。いただきます。キャラメルの、うん、見た目はなんか攻めてるなっていう感じがするじゃない。でこういうのって食べて美味しいのかなって思うかもしれないけど、創作のこう料理とかでさ、凝ってるけど美味しくないみたいなあるじゃない、うんうんうん、そういうんじゃなくて食べても美味しいでしょ。今までで一番波、おお、大洪水という溢れたね。もうわっって感じ。うん、すごい。うん、もう噛んだってか、多分ちょっと穴開けたら全部出ちゃうみたいな。出ちゃうね。うん、あれ蜂蜜が入ってて、でその蜂蜜はお庭で採れたものなのね。お庭？そう、なんか結構他のショコラティエさんもそうなの、フェルベールさんのものもそうだし、あの皆さん結構ショコラティエさんって故郷を大事にしたりとか、うん、自分のところの特産品を使ってとかってされる方が多いの。南フランス出身の方は南フランスで採れた果物とか、うん、あの実とかをメインにしたチョコレートを作られたりするんですよ。だからなんかこうこういうさ、もう見た目すっごい新進気鋭なものだけど、うん、でもラボの蜂蜜で作ってたりとかミントで作ってたりするわけ。泣けますね。なんか愛おしいよね。よりストーリーがありますね。うん、尊い。出た、オタクの尊いで、フランク・ケストナーさんです。サシーちゃんがベリー系がお好きということで、うん、あの伊勢丹新宿のバイヤーの真野さんがですね、これはどうかなって言って選んでくれたのがフランク・ケストナーさん。ケストナーさんといえば、あのタブレット、さっきタブレットって板チョコって言いましたね。で、そのタブレットの青とか赤とかピンクとかいろいろあったでしょ。うんうんうん、言いました。あの、そう、あれが結構有名なんだけど、これぜひ食べてほしいね。すごい発見、味わい、感動、ね、そう、LDH、ラブ、ドリーム、ハピネスみたいな。発見、味わい、感動。かわいいですね。でもこうやって日本のに出店するから、うん、こうやって書いてくれたのかなって思うと。ね、綺麗ですね。こちらは、ショコラアソートフレイズ。いちご尽くしのアソートです。ベリーがお好きなサッシーちゃんにぴったりと、マノさんが選んでくれました。マノさんありがとう。マノさんありがとうございます。私はさ、うん、ちょっとこれ面白いから食べてほしいなって思うのが、うん、タスマニア産ペッパーを振りかけたミルクチョコレート。あ、このギモーブのやつだ。そうなの。中がイチゴのギモーブです。ギモーブってマシュマロみたいなことね。なんで笑ってんすか。何それ、何があったんですか、今のに。なんか嬉しいじゃん、サーシーちゃんがケストナーだ、食べてくれるんだもん。ケストナー、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 ケストナー。やばいやばい、食べづらい。だってさ、イチゴのギモーブって可愛いじゃん。可愛い。でもさ、上にかかってんのペッパーだぜ。いただきます。おいしい。
って待って、これマジでマネージャー通していいんですか？大丈夫、削られません、あの見せないでください。事前確認なしは無理ですよ。でも事前確認なしで大丈夫です。ダメ。いやでもこれ面白い。うん、あのシュワッとしてて、ホワンとした感じっていうよりもシュワッとした感じ。そうね、でペッパーがちょっと上にね、そうでも上に乗ってるから結構下の上にすぐ感じて、うん、混ざってすごい美味しい。そうだね、うん、どうしようか。美味しい。ね、あとは、うん、バラ風味のマジパンが入ってるやつかバジル風味のガナッシュかどっちか、ね、あ、バジルがいいです。バジルいい、一番左上ね。そう、見た目も綺麗。うん、いただきます。これね、一粒食べるのがいいんですよね、本当は。1日1個なんか大事に、仕事終わり。まあでも別にいいんじゃない、全部食べても。贅沢。いただきます、うん、風味がいいうちに。うん、バジルとイチゴ、おいしい。バジルなのに、うん、言ったらバジリコなのに、うん、めちゃめちゃチョコで、さらにイチゴの酸味がくるんで、うん、どっちが強いの？イチゴが、うん、バジル。バジルなんだ、うん、これさ、あれなんだって、この人アルザス地方の出身の方で、うん、で毎年アルザスのフルーツの香りをお届けしていますが、うん、今回初めてイチゴ尽くしのそのアソートを出しました、うん、で、ロレーヌ地方のムーズ県の生産者のイチゴで6月に収穫に伺ってストックをしておいたんだって、うん、でこのチョコレートを作るためだけにこう収穫したらしいよ。すごい、そういうストーリー聞くといいですね。そうだね、いやそう、今日ねご紹介してこれ一度にたくさん食べていただきましたけれども、本当に全部違ったでしょ、サッシーちゃん。面白いです、うん、皆さんのこだわりも感じましたし、うん、南さんの熱でより美味しく感じました、うん、よかった、チョコ溶けてないかな。みなみさんの熱で、そう。いやマジでこの部位誰に確認したらいいんですか。怖い。もう確認しないでください、私も見るの怖いんで。いいんです、でもあのチョコレートのために生きているんです、私は。それ感じました。そうそう、皆さんにも伝わったと思います、うん、このだからね、これね、お金持ちしか買えないんじゃないとか、そのなんか今日本で買えないやつ自慢されてもって思うかもしれないけど、年に1回サロンデショコラを訪れます、うん、で今年てか去年、うん、2020年の年末パリでは行われなかったの。あ、そうなんだ。なんだけどあの日本では2021年無事開催することができまして、これオリジナルムックも出てますから、あのこれは全然アマゾンとかでも買えるから買ってもらって、来年のサロンデショコラ何買おうってウキウキしてもらってもいいかなって思います。オンラインで売ってるものも調べればあると思いますし、うんうん、パリとかもなかなか行けないと思うから、うん、もう気持ちだけでもこう海外旅行の気分を味わうためにもどうでしょうか、うん、チョコレートで異国情緒を感じるというのは。めっちゃ喋ってる。そう、いや久しぶりにこんなに喋って気持ちがいいね。え、でも私これ一番好きだったやつ発表していいですか。あ、どうぞどうぞ。個人的にだから。待って待って、じゃあえ行きますね。はい。サロンディショコラ2021、指原莉乃的ナンバーワンは、ルルルルル、あ、3位から行く？ほら、ほら、何なんですか？ 3 位から行こうか。3位？決まった？ 3 位決まりました。まあ、全部食べてないから何とも言えないけどね。そうそうそう。でも今食べた中でなんですけど。はい、2021サロンディショコラ、指原莉乃的ベスト 3! イエーイ第3位は、こちら、何さんですか？フィリップ・ベルナシオンの、のパレドールでした。イエーイ。南さん全部言ってください、ちょっと名前覚えられない。南の1位、リノの3位。これ、うん、衝撃でした。その風味が面白かったので、ね、うん、3位。嬉しいです、光栄です。リノの3位、はい、そしてリノの2位。リノって何なんですか？2位こちら、じゃーん、パトリック・ロジェ、孤高の天才リノに認められたよ、ありがとう。これはロジェさん面白い、うん、あと見た目の綺麗さと、そうだね、しかも見た目だけじゃなくて、うん、ちゃんと衝撃もあった。そうね、あのおしゃれチョコのおしゃれ味じゃなくて、うんうん、おしゃれチョコのうまい味。そうそうそう、めちゃめちゃ癖がある系でもないから、うん、これ本当にお土産に喜ばれるだろうなって、誰が食べても絶対美味しいっていう、うん、そして指原リノ的栄えある第1位は、デルル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 ルン、こちらです。ほぉ、トゥルビオン by ヤンブリス。お目が高い。嬉しいです。これのさっきのこの2つ綺麗なの、はい、これはかなり衝撃でした。嬉しい、よかった。特にここのベリーの、ヤンブリスさんやったね、連絡から独立してさ
やばい、総選挙。いや本当に良かったです。いやあのね、本当にヤンブリスさんもリリアンボンノフアさんも新参者ということで、なんかあんまりすごい行列をなしてるわけではないんだけど、ほら見てこんなに認められるんですよ。わかりますか？若手のエースですね。若手のエースです。若手ってもそこも実績はもうめちゃくちゃありますから、トルビアンバイアンブリス食べたことがないという方はぜひ次のサロンデュショコラ楽しみにしていてください。これ面白い。あのね、正直、チョコ沼は私片足ズブズブです。やったね。どんどん引っ張られてます。いや今日は本当にありがとうございました。とんでもないことです。ありがとうございました。じゃあみなりさんでした。すごい登場だなマジで。今日やばいですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。